どうもどうも、中野実験室です。今日もマインクラフトをやっている様子を背景に、思ったことを喋ろうかと思います。今日話そうと思う内容は、左翼がお金になる時代がやってきたということです。これはまあ前々から、考えていたことなんですけど、まあ、YouTube の動画とかを見てますと、いわゆる左翼、右か左かで言えば左翼に、位置する人が、動画をアップしていて、左翼の人が動画をアップしているというか、まあ、アップされた内容が、まあ、左翼的である動画が、アップされておりまして、そしてそれが結構再生回数も伸びて、チャンネル登録者数も増えて、まあその動画は収益化されてますから、当然、動画をアップロードしているいわゆる、YouTuber には、広告収益が入っているんであろうと思われます。まあ、これは最近増えてきたというよりは、まあ、昔からあったのかもしれませんけど、私の観測範囲が変わりまして、ほんでもって、当然おすすめとかにもまあよく出るように、なってるんじゃないかなっていう感じもします。最近よく見てるのは、哲学入門チャンネルさんとかを見てますね。哲学系 YouTuber じゅんちゃんのまあ、チャンネルなんですけど、まあ最近注目を集めてるというよりは、まあ、昔から動画はアップされていたみたいで、ちょっと今そのチャンネルの様子を見ているんですけど、概要を見てみますと、チャンネル登録者数は 2.89 万人で、2019年の12月7日に登録を、されてるみたいです。まあ、だからまだチャンネル開始から1年経ってない感じですね。そしてまあだいたいその、動画の再生回数がまあ1万とかを伸びてきているのは2ヶ月前3ヶ月前。今その過去動画を見てるんですけど、まあ1万超えになっている動画を見ると、やっぱりその政権批判、まあ左翼という言い方をしていますけど、まあ与党批判の内容がまあ出だしてから、1万超えとかが、増えてる感じですね。特にその今ですと、コロナウイルス関連の動画とかは、軒並み、1万2万3万ぐらいは越してる感じです。逆にその初期の頃の動画の、まあ、なんて言いますか、政権とかとは関係なく、まあ、哲学とはみたいな動画っていうのはそんなに伸びてないみたいでして、いかにその、コロナというのが、まあ、顕著な例だと思いますけど、まあ、現政権の批判、まあ、つまりはまあ、言ってしまえば、自民党は保守ですから、右翼批判の左翼動画というのが、まあ、視聴回数を、増やしているという事実を最近感じております。まあ、これは右翼左翼とかそういう、どちらかの思想を批判しようというものではなく、単純にそのネトウヨという言葉がありますけど、それに対して言うならばネ左ヨ、まあ、いわゆる左翼の動画が、まあ視聴回数が伸びているという事実を、見ているわけであります。特にそのコロナウイルス関連っていうのは、多くの人が関わってる問題でもありますし、政権支持率とかにもまあ大きく影響していることですし、まあ、実際その、自粛とか休業要請という感じで、生活にダイレクトに関わってる部分ですから、みんな、関心が高いのと同時に、何とかしてくださいよという気持ちが高まっている表れなのではないかと思われます。で、まあチャンネル登録者 2.89 万人で、直近の動画だと 2.5 万再生、4万再生、3万再生というのが
どれくらいの、動画収益になってるかは、わからないんですが、もしかしたら、左翼動画で、食っていく YouTuber っていうのが今後雨の日の後のタケノコのようにポコポコと出てくるのかもしれません。そんなことを思いました。それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。